はい、これを飲んでみたいと思います。至福のコク、ビアサプライズ、奥深いコク、余韻ある美味しさということなんですけどね。まあ、以前言ったんですけど、ファミマは限定をやらないって言ったでしょ。やってました、これファミマで。珍しいですね。セブンイレブンはよくやるんだけどさ、ファミマっていつ行ってもさ、弁当とかさ、そういうコラボ系はよくあるじゃない。ね、お酒はあんまりないって感じだったんですけどね。見つけましたよ、これ。こういう限定のやつってさ、テレビでなかなかね、見つけられないからね。あの情報番組でも、ね、注意して見てないと多分見つけられないんじゃないかなって。ネットの方が見つけられるもんね。ああ、こんなのやってんだ、みたいな。じゃあね、飲んでみたいと思いますけどね。情報、麦芽ホップ、アルコール分 6.5。 おお、高いですね。何なんだろうね、これ。コクっていうんでちょっと濃いめなんですかね。色も赤ってなってるからやばいよ、これ。赤系なんだろうな、これ。この色だもんな。まあしょうがないですよね。はい、いい香りですね。あ、意外に薄いね。思ったより薄かった。意外に薄い。普通のあの一番搾りとかと変わらないですね。なんであの他社を出しちゃうのかなっていうのもあるんですけど、いただきます。あー、美味しい。エビスみたいなコクがある。これね、正統派ですね。エビスに似てんじゃないですかね。ちょっと苦味を抑えたエビス、そんな感じかな。とにかくコクがありますね。で、あの麦の旨味がある。苦味の余韻があるかな。いい感じの苦味、そんな強い感じではないですよね。美味しいよ、これ。ちょっとホームページ見てますけど、今年のね1月17から数量限定で、あのファミマとねサークル系サンクス、そこで売ってます。これのね特徴なんですけど、奥行きがあり甘みも感じる力強いコク、フルーティーでふくよかな香り、余韻のあるしっかりとした後味、程よい苦味。フルーティーさってさ、仮面発酵にあんまり合わない感じがする。俺は上面発酵の方が合う感じがするけどね。まあ、ここで合ってるなって思うのは飲んだ感じね。コクね、力強いコクでね、余韻のあるしっかりとした後味、程よい苦味、これも合ってますね。フルーティーなところはちょっとね無理から感があるな。そう、苦味がね、あのエビスほどではないとは思うんですけど、ありますよ。しかもあの余韻がすごい。いいと思いますよ。まあこんな感じで女性釣ろうとしてるんでしょうね。これはあんまりね、まあビール得意じゃない人はダメだと思う、これはね。
そんな感じですかね。まあ俺は当たりですねこれ。アルコールも合格、苦味も合格、コクも合格ですね。で加盟発酵なんでそんなにホップのねフルーティーさも求めてないんで、あるみたいですけどこれ。俺はこれで全然 OK です。当たりです。はい。ありがとうございました。